どうもこんにちは、タカです。今回も妖怪ウォッチ2元祖女の子で2周目プレイやっていきたいと思います。やっていくぞ。次はキークエスト。どっちから行こうかな。どっちから行こう。滝公民館行きましょうか。うん、宝石おじさんやったかな、あの人の名前は。公民館、公民館、どこに行くかわからなかったら、特にキークエストなんですけど、どこに行くかわからなかったらクエストところでナビとかあるんで、やったら楽に行けますね。ナビしてくれる。公民館来た。桜町公民館出ました。公式おじさん、君たしなんでいるみたいだね。妖怪バトルを。私は公式バトル協会から公式に派遣された公式おじさん。公式うるさいおっさんですね。君聞こえてるぞ。妖怪が見えるんだ。当然だ。今の発言は公式イエローカードものだよ。次に同じことがあれば公式に退場してもらうからね。ウィス。さて、君が妖怪バトルに興味があるようだけど、公式バトルには興味がないかな。公式バトル？そう、公式バトルを極めたもの、それすなわち妖怪を極めたもの。どうだい、進んでみるかい、公式の道を。進んでみましょう。行く。よし、それでは私と公式バトルだ。で、君公式セット持っていないじゃないか。公式セット？公式バトル自体がまあ今、このデータだと初めて聞いたんで、公式セット？そうだ。非公式なバトルでは好き勝手な妖怪で戦えるが、公式バトルでは公式なルールに合った組み合わせの妖怪しか認められない。どんなルールなんですか？ S ランクが2体、A ランク妖怪は2体まで。B ランク以下の妖怪は自由に使うことができる。だからまあ、強さとしては、SSAABB とかの方がいいんかな。これが公式バトル協会で決められた公式なルールだ。よく覚えておけ。なるほど。S ランクの妖怪2体、A ランクの妖怪2体まで。でも、それなら私の手持ちの妖怪でもいけるかも。確かに、そうかもしれない。しかし、もう一つ注意点がある。公式バトルは公式バトル協会制作の公式の通信対戦アプリを通して、公式を過ぎて言いにくい。公式に登録された公式メダルセットしか公式な使用を認められていないんだ。そうしないとどんな不正をされるかわからないからね。通信対戦アプリ、そんなアプリ持ってたかな？もちろん、通信対戦アプリは無料でプレゼントする。おう、太っ腹。公式バトルへの扉はすべての人に平等に公式に開かれるべきだからね。今すぐ通信対戦アプリを公式にインストールしてあげるよ。ありがとうございます。よし、これで OK だ。早速妖怪パッドから通信対戦アプリを開いて、公式メダルセットボタンを押し、公式メダルを登録するんだ。公式おじさん、公式バトルスには妖怪メダルセットが必要です。説明ですね。よし、ではでは、パーティーはそんなに変える必要がないですよね。セットだけかな。あとはよし、セットしていきます。フリチなんで、ここはジバニャンと、ジバニャン、耳かけと、まあ、組まして、残りはまあ、適当でいいかな。うぬぼれ。でもって、汗っかき。で、おしゃべり、パワー。よし。で、まあ、アタッカーの、プンプン丸でも入れてこうか。おこむしゃ。
これでいいでしょう。まあ、Sランクまだ2体持ってないんで、これで。ちなみに、公式メダルセットは、手持ちいなくても公式バトルの時は呼び出せるからね。うん。公式メダルセットっていうのはなんか結構保存できて、4つまで保存できて、対戦の時に入れ替えれると。準備が整ったところで、次は公式バトルの説明だ。はい。公式バトルは6対6の妖怪バトルなんだが、普通と違う点が2点ある。1つはレベルだ。公式バトルに出場する妖怪はレベルが60に統一される。うん。レベルが1でも60に統一されると。99でも60に統一。うん。ポケモンだと50レベルに統一されるという感じですね。これはみんなが公式に平等に戦うための公式のおもてなしだ。よくわからないけど、ルールはわかりました。もう一つ。公式バトルにはサドンデスが存在する。あまりにも長引きすぎたバトルは早く終わる手立てを取らせてもらうんだ。これはスムーズかつ公式に大会などを運営する上でのおもてなしだ。おもてなし。おもてなしにハマっとの公式おじさん。わ、わかりました。クリスティンですね。よし。それでは始めるか。この私と公式バトルだ。え、今からですか？もちろんだよ。初めて公式メダルセットを登録したんだ。せっかくだから試してみたいだろ。試してみたい。よし、その息だ。それじゃあ始めよう。いきなりバトルがスタートすると。よっしゃ。ではでは、行きましょうか。最初は、アタックでいいでしょう。よし、行ってくれ。姫、強いからな。もう勝つぞ。姫が強すぎる。昆布さんやってます。アグレス肉球はいいね。難なく勝利。素晴らしい。まだ私が本気を出していないとはいえ、初めてにしては素晴らしい実力だ。これからの君には素晴らしい、公式な毎日が待っていると思うよ。あ、ありがとうございます。妖怪バトルの真の実力者を決める大会では公式ルールが使われている。ほう。これからも自分なりの公式メダルを磨いてくれ。はい。ちなみに通信対戦アプリでは、他の公式プレイヤーたちといつでもバトルすることができるから。ぜひいっぱいバトルしてくれ。腕を磨いてくれ。ありがとうございます。それでは君の公式に幸あれ。公式に幸あれ。うん。公式好きやな。ランダムバトルでは、バトルに勝利するごとに、称号がランクアップしていくと。でもって、バトルは元祖軍 VS 本家軍で、なんかちょっと競ってるみたいですね。どっちの方が強いかな。人口的には本家の方が多いか。あ、元祖の方が多いんかな。どうなの。よしよし。元祖軍と本家軍で戦ってるんで、戦うとしたら、まあ僕は元祖軍なんで、相手は本家軍ということですね。よし。当たれ。当たれ。いいね。おお。にゃ俺のハズレ初めて見た。なかなか、えぐいな。しかも、叩いたらハズレなんや。そういえば今、公式バトル復旧キャンペーン中でね、公式バトルを始めた人に公式にプレゼントしているアプリがあるんだ。さあ、公式に受け取ってくれ。受け取るも何も公式あるんかな。うん。それは、妖怪メダル交換アプリ。ローカル通信やインターネット通信で公式に妖怪の交換をすることができるぞ。それともう一つ、通信対戦アプリと通信交換アプリがあれば公式にフレンドリストボタンが使えるようになるんだ。フレンドリストボタンを使うとインターネット接続中のフレンドとすぐに対戦交換ができるぞ。ちなみに通信対戦や通信交換を通信した相手とは、主人公の名前や友達ブックの一言コメント、妖怪のニックネームの情報を交換するから注意だ。これ以上説明すると長くなってしまうから、残りは公式に追加されるヘルプを確認してくれ。公式の人間には時間を大切にするのだ。公式多い。それでは君の
公式に幸あれ。公式に幸あれ。うん。絶対気に入っとるやろ。よっしゃ。まあ、あれっすね、フレンドとか通信する相手とかに名前とか、まあ、見えちゃうんで、まあ、相手が不快な名前をやめましょうということですね。公式おじさんの説明を要約すると。うん、間違いない。よっしゃ。ではでは、次のあれに行く前に、駄菓子屋で駄菓子を買っておきましょう。駄菓子。お。まあ、駄菓子、買いましょうか。練り合い、10個ぐらいでいっか。どうしようかな。こいつはな。まあ、いっか、話そうか。長いんやけどな。関西弁やし、喋らなあかんな。長花。おなじみっすね、長花。また10円ガムかーい！てん？三角くじが外れて少しブルーになってる Y に何か用か？ Y はこの三角くじに命かけてんねん。まあ冗談やけどな。そや、Y がこれまでに経験で得た三角くじ知識たっぷり解説したのか？はい。よっしゃ、自分わかってるな。ほな、行くで。まず、くじを引くにはくじ引き券が必要なんや。くじ引き券を手に入れたらそれを駄菓子屋のおばあちゃんに渡すんや。自分、おじいちゃん、おばあちゃんは大切せなあかんで。自分っていうのは僕ってことですね。僕。相手。まあ今、ここで言うふみこちゃんですね。ふみこというか、たかこですね。そんで、くじの中にある数字によって、自分、いろんな商品が当たるってわけやな。ただ、くじ引き券があるからって、やみくもに引いてもなかなか当たらへんで。虫取りのルーレットやったら、たとえ一回外れたとしても、運命の女神様が微笑んで当たりにしてくれることもあるけどな。三角くじはそんなに甘くない。きちんと戦略立てへんと、わい見たポケットの中は10円がばっかりになってしまうで。そうならんようにするため、街の姿勢が大事なんや。というもの、ここのくじを引いてるのは自分だけやないんや。時間が経つと他の子供たちがくじを引いていくからな。当然くじの中身もどんどん減っていくことになるわな。まあ大概が外れやし仕方ないから、くじの外れも減っていくことになる。外れが減れば大当たりが出やすくなる。わかるやろ？せやからみんなが外れ引くのを待ってギリギリのところで大当たりをかっさらう。これが一番の理想のパターンや。ただな、待ってばかりでもあかん。先に他のやつに大当たりを引かれてしまうかもしれへんからな。そうなったらもうおしまいや。当たりのないくじなんか引きたくないやろ。みんなが外れ引くのを待ちつつ、大当たりだけを手に入れる。このギリギリのタイミングの見極めが難しいんや。ただ心配せんでもええで、Y の話で君も相当成長しているはずや。大当たり引くのも相当くないで。ちなみに、大当たりといえばな、生き物を捕まえたりしてるとたまーにレアなやつとか見かけたりせえへんか。例えば、虫やった捕まえルーレットの赤いメモリで捕まるのがレアや。一つだけからきっちりと止めなあかん。ビシッと気合で止めたるんや。魚泳いでる姿がキラキラしてるやつや。あれがレアモンや。レアモンは三角していう大当たりみたいなもんやな。レアモンは虫も魚も息が良くて、どれもキラキラと輝いて見えるわ。レアモンっていうだけだってどれもジャングルハンターのポイントが高いで。どうせとならくじも生き物もレアなところを狙っていこうな。ほな、そういうことで。あー、長かった。長花、長いよ、話が。要点をまとめると、くじ引き、景品。まあ今、くじ引きの景品持ってないんであれですね。くじ引きは、あれですね。まあ、外れが多いんで、大当たりを狙うためには、他の人がいっぱい引いてからくじ引き。まあ多分時間ですね。時間が経ってからくじ引き券を引き始めたら、外れの景品が少なくなってるんで、そのタイミングに引けばいいと。うん。外れが少なくなったタイミングにくじ引きを引けっていうことですね。長花の話によると。あとは、虫取りのことも言ってましたね、長花。くじ引きだけじゃなくて、虫取りのことも言ってました。虫取りは、キラキラしとるやつが、いて、虫とか魚は、ジャングルハンターでポイントに交換できるんですけど、レアモンは確か5倍ぐらいだったかな、ポイントが。レアモンをちゃんと見極めて捕まえろ、ということですね。妖怪を連れて取るということはあれかの？あれ？何のことでしょう？ほうほうほう、妖怪の合成じゃよ。
おお、妖怪やアイテムを合わせてガチコーンと強くするあれですね。そうじゃ、そうじゃ、ガチコーンと合成じゃ。せっかく妖怪と仲良くしとるんじゃから、やってみたらどうじゃ。妖怪やアイテムを組み合わせて、より強力なものに変化。ワクワクが止まりませんね。やってみましょう。あれやな、この昇天寺和尚とは、ウィスパー見えとる、ウィスパー見えとるくだりやらへんねやな。普通に会話しとる。わしとしたことはうっかりしとった。どうかしたんですか？どうしたんです？どうしたね？どうかしたんですか？実は妖怪もアイテムを合成できる組み合わせが決まっていての、例えば刀よりこの小僧なんかを連れてきたら合成できるんじゃが。ふむふむ、なるほど。私の入手した情報によりますと、刀の小僧は段々坂のいろんな場所にいるみたいですね。ここは昇天寺の隣にある秘密の抜け道にもいるみたいですよ。おっと、そうじゃそうじゃ、もう一つ大事なことを忘れとった。なんや？はい、今度は何です？バトルの時は刀の小僧に駄菓子をあげてみるとよい。あいつらの好物でのすぐ友達になれるかもしれんぞ。駄菓子は段々坂の、川島商店にたんまりと売っとったはずじゃ。なるほど。それでは準備をして探し行きましょうか。先ほど駄菓子屋に寄った理由はこれですね。刀折小僧を捕まえやすくするために、練り網買ってきました。よし、早速刀折小僧発見。アイテム、メディアのアイテム使う。よっしゃ、じゃあ一気にヘリをつける。全ステータスアップ中のポイント。よし、勝利。仲間なれよ、一発で。ならない。次や次、キュウリ取っとこう。あ、人参や。人参か。キュウリ。カッパが好きそうやな、キュウリ。あ、おれへん。肩乗り構造がいない。まあ、違う敵と戦っても、まあ、いることはあるんですけど、どっちかっていうと、まあ、いいわ。一回戦っとこう。一体ぐらいはおるんちゃうかな、肩乗り構造。うん、おった。寝てやる。相手に使う。で、持ってジワニンで片付ける。よし。よいしょと。一発かな？やったってくれ。頼むぞ、肩乗り小僧。うん、レベルアップ。姫レベルアップ。よし、来た。倒した刀の小僧が近づいてきた。け、お前やるじゃん。友達になるぞ。はい、友達になります。刀の小僧。刀の小僧。こいつはもうあれやな。絶対あれやもんな。声といい。声といい、なんか形といい、目玉おやじやろ。ゲゲゲの鬼太郎に出てくる目玉おやじ。しかも肩乗るってことは、あ、でもゲゲゲの鬼太郎は基本頭の中に入っとんか、鬼太郎の。まあまあまあ、でも形といい声といい似とるから、これでいこう。目玉おやじ。よし、捕まえた。まあ、すぐ、あれなんですけどね。目玉おやじすぐ、合成しちゃうんですけどね。おっほっほ、どうやら肩乗り小僧を連れているようじゃな。それでは合成するかの。わしとしたことが、また、うっかり忘れちと、うっかりしとった。意外とうっかり屋さんなんですね。これじゃ、これ。こいつを渡すの忘れておった。うん。親方ダンベル。何ですか、これ。さ
最近運動不足で体がなまっていての、これで筋トレしとったんじゃが、よくよく思い出してみれば合成アイテムじゃった。なんだか普通の使い方をしちゃってますね。こいつと肩乗り小僧を組み合わせればガチコーンと合成できるぞ。これからも合成できる妖怪かアイテムを手に入れたらいつでも来るといい。どんどん合成してやるからの。何はともあれやりましたね、タカコちゃん。これでまた強力な妖怪とどんどん出会えますよ。うん、合成。モンスターって言ったかな、妖怪同士でも合成できる場合がありますし、妖怪とアイテムでも合成できる場合があると。ウィス。基本的には合成したらまあ、ランクが上がって強くなるんだな。もしくは、あれですね。マッスルベルの方にしておきましょう。マッスルベル。お。当たり。もしくはレベルで妖怪が進化するかですね。身代わり人形。キークエストを3つ取られたんで、次は調子道へ行く前に、まあいい時間なんで、ここで一旦終わっときたいと思います。ではでは、次回は調子道へ行きます。終わります。ありがとうございました。